5月23日、首脳会談に先立ち、アメリカのバイデン大統領が皇居を訪れ、天皇陛下と面会されました。バイデン大統領の今回の目的は、あくまでも首脳会議だったこともあったので、残念ながら、雅子さまや愛子さまのお出ましはお預けとなりました。今回は、陛下とバイデン大統領の面会を見ていきましょう。ぜひ、最後までご覧ください。就任後、初めてアジアを訪問しているアメリカのバイデン大統領が5月22日夕方、日本に到着しました。その目的は、岸田総理大臣との首脳会談に加え、日米豪印の4カ国の枠組み、クアッドの首脳会合に臨むことです。5月23日、午前10時過ぎ、首脳会談に先立ち、大統領専用車ビーストに乗ったバイデン大統領が、陛下のお住まいの御所に到着しました。陛下のバイデン氏との面会は、陛下が皇太子時代だった2013年12月以来、2回目となります。陛下は、御所の車寄せに到着したバイデン大統領をにこやかに出迎えられると、再びお会いできて嬉しく思いますと、バイデン大統領の挨拶に英語で答えられました。また、和やかな雰囲気で、報道陣に笑い声が聞こえる一幕もありました。面会は御所の小広間で行われ、とても打ち解けた雰囲気の中、およそ30分間にわたったといいます。バイデン大統領は、御所にお招きいただき光栄に思いますと述べ、陛下は、多忙な滞在日程の中で、最初に御所にお越しくださり、感謝します。今回の大統領の日本訪問で、日米両国の友好親善関係がさらに増進することを願っていますと述べられました。また、全世界でも未だ収束を見ない新型感染症の話題にも触れ、バイデン大統領は、この問題には、国境がないので国々が協力して対処することが必要ですとの見解を示すと、陛下は、感染症は歴史上繰り返し起こる問題であり、人類が手を経営て乗り越えていくことが必要ですと述べられました。面会を終え、陛下は玄関先で大統領を見送り、次回は皇后を交えてお会いしたいですと伝え、車が見えなくなるまで見送られたといいます。陛下のお優しい笑顔は、今のギスギスした世の中をふわっと緩和してくれます。何もない平和な世の中で、海外の要人とお会いになるのは単純に嬉しいでしょうけど、今の世の中じゃ平和を願わずにはいられないでしょう。何せ、政治的なことは陛下は口出しできないのですから。ですが、天皇陛下の対応は、さすがでした。堂々とした佇まいや、気高く落ち着いておられるご様子は天皇ならではの威厳です。英語が堪能でおられ、会話にはお困りになることはないでしょうし、お心遣いも素晴らしくていらっしゃるので、バイデン大統領もお喜びになったのではないでしょうか。感染症がなければ、大統領夫人も来日され、雅子さまや愛子さまもご一緒されたかもしれませんが、今回は、残念ながら、実現しませんでした。天皇が来日した米大統領と会うのは今回で16回目となります。天皇は政治に関与することはできないのですが、過去を振り返れば、歴代大統領との面会によって、両国の親善に大きく寄与してきたのです。天皇陛下が即位された2019年5月、最初の国賓として迎えたのはトランプ大統領でした。トランプ大統領が会見で関心を示したのは、退位による天皇の代替わりについてだったといいます。退位は200年以上行われていないと聞いていますが、とするトランプ大統領に、陛下は、歴史を振り返れば、それが普通のこととされていた時代もありました、と説明したといいます。また、トランプ大統領は会見場所となった、日本の宮殿にも関心を持ったようで、自分は日本の文化が大好きです、と語ったとのこと。その時も、陛下は基本的に通訳を介さず、英語で会話し、また、皇后雅子さまはすべて英語で会話したのだそう。天皇皇后両陛下の教養は、日本に誇れる素晴らしさがあります。そんな陛下に対し、トランプ大統領は陛下の英語力に驚き、英語が大変お上手ですが、どこで勉強されたのでしょうかとする質問まで飛び出したのですから。そして、実はトランプ大統領は、退位前の上皇様にも会っているのです。
2017年11月6日、皇居御所で上皇ご夫妻と会見し、現在、日米関係はかつてなく良好ですなどと話したといいます。上皇さまは太平洋戦争について触れ、両国はかつて戦争をした歴史がありますが、その後の日米の友好関係、米国からの支援により今日の日本があるのだと思いますと答えられました。アメリカの大統領在任中に最も多く日本を訪れた大統領といえば、クリントン大統領です。合計5回の来日で、在位中の上皇様とは3回会っているのです。1996年4月には国賓として来日、上皇様と会見。皇居宮殿で行われた宮中晩餐会でのクリントン大統領のスピーチも話題となりました。クリントン大統領は、万葉集の一節を引き合いに出し、日本の伝統に敬意を表した後、私たちも今世紀、古からの伝統を体現している壮麗な宮殿で歓迎を受けています、と述べていました。次に、オバマ大統領が国賓として来日したのは、2014年4月。宮中晩餐会で、上皇さまは東日本大震災での、帰国の多くの人々が被災者のために行った支援活動は、物のない厳しい環境にあった被災者にとり、大きな支えとなりました、と感謝を伝えています。オバマ大統領のスピーチでは、東日本大震災後、上皇さまが国民に向けてビデオメッセージを公表したことに触れ、天皇陛下が皇居から直接、日本国民に語りかけたことを、私たちは決して忘れることはありません。最後に、当時の陛下のお言葉の精神を思い起こして、私の挨拶とさせていただきます、と話していました。さて、今上天皇陛下は、小さい頃から学業優秀、文武両道でいらして、英国にも留学なさっておられましたから、英語は堪能でいらっしゃいます。皇后雅子さまも、小さい頃から家庭のお仕事の関係で海外生活が長くていらっしゃいますし、英語以外にもフランス語など語学に堪能でいらっしゃいます。お二方とも語学、コミュニケーション能力は、ずば抜けた能力をお持ちでいらっしゃいます。天皇陛下の常に相手を思いやるお心でおもてなしなさいますから、バイデン大統領もお喜びになったと思います。感染症が落ち着いたら、世界各国の王族や要人が日本に来日され、皇室外交をなさる天皇皇后両陛下をぜひ、拝見したいものですね。敬宮愛子内親王殿下を含め、ご家族3人での皇室外交も、今から楽しみです。天皇陛下のお人柄や、語学力も素晴らしくていらっしゃいますが、やはり元外交官の雅子皇后陛下が皇室外交に適任でいらっしゃいます。前回のトランプ前大統領ご夫妻が来日された時に、大統領だけでなく、メラニア夫人がとても笑顔でお喜びになっていたのが印象に残っていて、雅子皇后陛下の語学力はもとより、相手を思いやるお心と相手に尊敬と敬意を払っていらっしゃったお気遣いが、メラニア夫人を笑顔になさったと思います。バイデン大統領も天皇陛下だからこそ、安心してお会いになったと思います。近い将来に、バイデン大統領も夫人とご一緒に来日していただき、天皇皇后両陛下が揃ってお会いできることを願います。最後まで、ご視聴ありがとうございました。今回は以上となります。あなたの感想をコメントでお寄せください。この動画に対して、いいねボタンでの評価をいただけると嬉しいです。